市民の応募作品を展示する松江市民美術展が開催されました。島根県立美術館には書、写真、日本画、洋画、工芸の5部門およそ200点の作品が展示されています。こちらは書で市長賞に選ばれた池尾武さんの作品いささかの。点と線が織りなす構成が見事です。市長賞を取るなんて全く思ってなかったんで、いわゆる市から電話いただいた時、本当ですかっていう、本当にびっくりしたのが実感です。作品を発表する場があるから、やっぱり書こうかなっていう気にもなるので、こういう機会はとてもいい機会だと思っています。松江市民美術展は無料で入場することができ、誰もが参加しやすく楽しめる美術展です。